野球部には偏見を言ってもいいですダメです。どうも、ザハルキと、モセと、モチです僕はですね、はい、別になんか個人的な恨みとかはないですけど、はい、野球部、サッカー部という全般の、まあ、はい、一部の方々が嫌いなんですよ。おー、そうか。そうか、そうなんですよ。はい、まあ、主に野球部に対して僕はものすごい偏見があります。はい、でも偏見っていうね、自覚はしてるんで、偏った見解なんで、うん、なんで別にこれは別に言われた人は気にしなくてもいいし、うん、俺も本当は間違ってるってことは分かってるんですけど、うん、でも偏見っておもろいんですよねその話題に上げる分にはめっちゃおもろいんですよ、偏見って。なんで今回は我々が3人で、あの野球部に対して思っている、まあ、偏見かっこ悪口を言っていこうという動画です。いや、マジで、あの、ただの偏見なんで、あの、真に受けてね、こいつらは野球部何も知らないとか言わないでくださいね、めんどくさいんで知ってますから、野球部が頑張ってるのは。野球部は頑張ってます。野球部は頑張ってる、マジで一番頑張ってるかもしれない、部活の中で。そうですね。というわけで、今回は野球部に対して偏見を言っていきたいと思います。やっていきましょう。はい。日頃、あなたたちが人生経験で野球部に対して思ってきたことですね。はい。あ、どうぞ。はい。アメリカンイーグルが好き。はい、それですそれマジでそれ。わかるな。マジでアメリカンイーグルの服を大体持ってるから。そう、大体持ってる。はいはいはい。冬にはニット帽をかぶりがち。はい、それです。マジでポーズだからなはいはい。あの、アメリカンイーグルの袋を持ってショッピングモールのモーメントの前で息切って写真撮りがちめちゃめちゃ細かい。参考でちょっと真似しますけど、まあ、例えばこれがそうだとしたら、なんかみたいなやつです。はい。え、部活引退したら髪染めがち。ああ、はい、マジで。髪伸ばして茶髪とかにしてください。そうですね。一番しょうもない。なんか生きるんだったらもっといい髪をしてくださいっていうね、無難なとこ行くんじゃねえっていう話なんですよね。はい。はい。小さい子のバッグみたいなやつも。ああ、クランチバッグね。ああ、わかるな。しかもグッチ。ダセーんだよな。そうそう、マジでそう、胸張ってんだよな、マジではいはいはい。祭りとかでピチピチのアーマーを着て生きった先輩としゃ大声で喋りがち。あー、はい、正解。噛んじゃったー。いや、でも正解。噛んじゃった、正解。ちょっと今のところあれで俺がトップで言ってるからダメだよ。みんなが言わないと俺がだけ悪者になっちゃう。はいはい。うずうずうずっす確かにな。はいはいはい。ピチピチのダメージジーンズ毎日履いてる毎日マジで毎日履いてるからはいはい。偏見です。なんとかでありそうみたいな。はいはい。生でセックスするのに抵抗なさそう。あひどい。いや、わかるわかるよ、でもめっちゃわかるよ。いや、でも偏見ですね。考えてないからね、うん。じゃあ、そのなんでセックスするときにゴムをつけないやつが多いかって言ったら、うん、多分さ、野球部って人類の中でも、うん、限りなく猿に近いと思ってる例えばスティーブ・ジョブズが猿から一番遠い人間だとしたらもう対極にいるような存在だと思って偏見がすごいだからこそ、その性欲と理性をゲージがあったときに性欲を振り切っちゃうから、うん、ゴムつけないっていうやつが多いんだ謎分析はい、はい、はい。ハメ撮り撮ってそうわかるわわかるわすげえわかる偏見で、それを男同士の集まりの時に見せるパターンね。下ネタになっちゃうんだよな。はい。あの、10人私服の野球部がいたら9人は帽子をあの浅めでかぶってる頭2個あるんかいってぐらいの浅さでかぶってるはい、はい。五輪にしたときに女子に頭触られて勃起してそう。下ネタになっちゃうんだよ、なんか。だって俺も下ネタ行くから。いいよ。行くときに、さよならホームランって言った。おい、笑いに変えんなよ。さよならホームラン。ああ、さよならホームラン。それどういう気持ちで彼女は受け止めるんだよ、それは。やったー。しかも生でしょ。そう。はい。先輩に可愛い女を紹介することを送りバントと言ってそうボケに来てるよもう俺真面目に書いたらもうダメやん。さよならホームランとか言うんだもん。はい。犬
インスタのプロフィールにベンチプレス115キロばっかり。わかるわ。わかるわ。それありそう。はい。最低。はい。野球部なのに野球以外のスポーツができてすごい。おお、褒め始めない。株上げを。株上げ始めたよこいつ。株上げてんだよ。もうやめだ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 。はい。はい。意外といいやつ多い。だからさ。株上げてんじゃん。株上げんなよ。結論。はい。ごめん。